故郷の香りを乗せて入る列車の懐かしさ、上野はおいらの心の駅だ。くじけちゃならない人生のあの日、ここから始まった。父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくるよな。就職列車に揺られて着いた、遠いあの夜を思い出す。上野はおいらの心の駅だ。配達帰りの自転車止めて聞いてる国なまり。ホームの時計を見つめていたら、母の笑顔に笑ってきた。上野はおいらの心の駅だ。お店の仕事は辛いけど、胸にゃでっかい夢がある。